吉枝花市は中華人民共和国支線省に位置する地球市、近祭が流れる。生徒市と昆明市を結ぶ成魂鉄道と108、国道が南北に貫く要所の地であり、北の生徒へは7 4 9トル南の昆明へは3 5 1トル吉光集団など、鉄工業を中心とした、重工業、及び工業を中心とした、 産業都市でもある。漢族が中心だが、遺族、族、治めに氏族、海族などの民族も住む。四川省の南に位置し、両山遺族自治州、雲南省所有遺族自治州と接する。この一帯は深い山の中である。地域の西には、製造高原の東端に位置する横断山脈、東にはダーリン山山脈、北には大雪山脈といった高山が南北に走り、 南は金斎が通る。地形は西北が高く、東南が低い。吉枝花市の東部には小僧霊羅、田草山路南山と続く山系、中部には牛山、龍中山と続く山系、西部には近平山白林山と続く山系があり、いずれも南北方向で間には大河が流れる。地域内の最高地点は、 西北部の潮偏にある百霊山の仙道市で、海抜は4195.5メートルに達する。最低地点である、忍楽平地震も海抜は937メートルと、高い。市の中心部や工業地帯の海抜は1000メートルから1200メートルの間に広がり、農地は1000メートルから1800メートルにかけて広がる。市内で、近祭と宮尾港が合流する。 地域内は、金佐江、宮尾港、安寧河、大河、三原川などの大河とその支流が深い峡谷を流れ、雄大な景観をなす。吉枝花の名は、市花である木綿の別名に由来する。吉枝花は1960年代の沿海部から内陸部へ産業を疎開させようとした参戦、建設時代に、毛沢東の大号令によって建設された、人工的な都市である。 1934年から、吉枝花の鉄鋼の父と称される、地質学者の城高義が、近祭一帯の山間部で、地質調査を開始した。1939年に彼は、法廷炭鉱と吉枝花樹鉄鉱山を連続して発見し、吉枝花の石炭と鉄鉱石を使った工場建設などの開発を提案した。1954年、 地質学者の序国金は南京大学の教授や学生を率いて、四川省の地質調査と資源探査実習を行い、吉枝花鉱山の経済価値の高さを再確認した。1965年には吉枝花鉄鉱の開発が開始され、都市建設も始まった。当初は吉枝花特区と呼ばれ、後に私口市と改められたが、1987年に、 吉枝花市に解消した。三四かつく、二県を管轄下に置く。私口市、吉枝花市鉄工業を主要な産業とする、中国西部でも最大級の製鉄、重工業都市。吉工集団が拠点を置き、製鉄、電力、石炭、コークス、化学工業、機械、建材などの部門を有する。鉱物資源は、鉄、チタン、バナジウム、石灰石、 白雲石、粘土、グラファイト、軽装土など。特にバナジウムは中国国内の産出量の62.2%を占め、世界でも11.6%のシェアを持つ世界3位の産地。またチタンの世界1の産地でもある。中石木工床は中国第2のグラファイト工床。農産物はザクロとマンゴーが有名で、他にサクランボ、バナナ、ブドウ。 流眼、柑橘類など。その他、金豪杯のビール、吉西洋港ワインなどの食品工業もある。金蔡と宮尾港の合流点から近い場所に、宮尾港の水量を使ったに、灘水力発電所がある。その他、宮尾港では大規模なダムを使った、発電所計画が多数ある。ありがとうございます。